散歩なんですけど、はい、実は最近できてなくて、うん、前してた時はもう寝れないから朝じゃあ散歩に行くっていう感じで行ってたんですけど、うん、今はすごく寝れるんです、うん、寝れるっていうのが寝れない時期があったからこそすごく幸せに感じるんですよ、うん、寝れるっていうことがなんかそれを無理して起きていくっていうのがちょっと辛いんです。でも散歩は行った方がいいのか、その睡眠で幸せだなって感じる方を取ったらいいのか、仕事に行くためにはこの時間に起きないとっていうのがあるので、なるほどね、もうちょっと早く寝ればいいんじゃないの。そしたらね、あと通勤時間を朝散歩に利用するという手があるので、駅まで歩くときにちょっと日の当たる道を通って、普通の人って日陰を通るじゃないですか、例えばね、女性の方とかだと、例えばあと地下街とかさ、そういうところを通ったりするんだけど、5分10分太陽の光を浴びるだけで朝散歩の効果なので、通勤の時にできるだけそうやって日の当たるような道を歩きながら少しこう背筋を伸ばしてやや早足でね歩けば朝散歩の効果っていうのは十分得られると思いますけどね。行けない時はそうやって通勤の時に少しそうやって意識してね。みんななんかもう猫背になって歩いてるし、だらだら歩いてるし、スマホ見ながら歩いてるので、それじゃあ散歩の効果は得られないので、背筋を正さないとセロトニンが活性化しないしね。リズム運動なので、リズム運動がセロトニンを活性化するわけだから、1212って感じでこうリズムよく歩いていかないと、だら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 って歩いてるのはそれは朝散歩の効果が得られないので、普通に通勤の駅までの5分でもいいからちゃんと歩けばそれなりに効果得られると思いますけどね。外に出るってことが重要なんで、外に出てこうやって太陽の光浴びてるだけですね、朝太陽の光浴びればまあまあ体内時計もリセットされますので、そんなに毎日きちんと朝散歩用に時間を確保してやんなきゃいけないっていう風に考えなくてもいいと思うけどね。でその朝散歩される時かする時って、うん、まあなんか音楽を聴いたりとか、ダメですね、まあ、そういうのしないダメですね、基本的に何もしない、何もしないですね。瞑想なので、ある意味朝散歩っていうのはね、そんなマインドフルネスなので、うん、歩いてることに集中しないと朝散歩の効果は得られないんですね、基本ね。だから音楽は禁止ですね。まあ慣れてきたらいいとは思いますけどもね、メンタルとかが調子がいい人はいいとは思うんですけども、そのメンタルが調子が悪い人がきちんと普通に持っていくためには、音楽とか聴かない方がいいと思う。ちゃんとリズムに集中して 1,2,1,2 っていうようなことを頭の中で意識しながら、掛け声をかけながら歩いた方がいいと思いますけどね。最初のうちはね、目に見えてるものに集中するってことだね。青空が綺麗だなとか、なんか紅葉になってきたなとかね、鳥の声が聞こえるなとか、それがマインドフルネスなので、今ここに集中することがマインドフルネスですね。で、余計なことが考えちゃうのがマインドワンダーリングで、その意識がさまよってる状態ね。だから歩いてる最中には、今日仕事大変だなとかね、なんかこれ終わったらまたなんかしなきゃいけないっていう風に考えちゃうと、それはマインドフルネスじゃないってことね。だからそういう朝散歩はダメなの。ダメっていうか、やらないようにしても浮かんじゃう人もいると思うんだけど、そういうのじゃなく普通に歩くことだけを考えて、あ、気持ちがいいなと、今日も気持ちよく散歩できたなっていう風になってると、それはいい朝散歩なんですね。だからそういった考え事は最初のうちはしない方がいいです。私とかは歩きながら考え事すると結論が出るので、それは別な運動をしながら考え事をすると、あ、こうやったらいいなっていいアイデアがひらめいたりするという方法はあるんだけど、それは朝散歩とはまた別なので、朝散歩自体はそのマインドフルネスとして、もう歩くことに集中したり、今見えてるような風景とか青空とか、そういうものを楽しんでいくっていうのがコツですね。結構間違ったやり方でやってる人が多いと思うんで、やってはいけない朝散歩という動画とかも出てはいるんですけどね、その中でやっぱ音楽を聴きながらやるとか、スマホを見ながらやるとかですね、雨の日とかに無理していやいややるとか、そういうのありがちなんですけど、楽しみながらね、今に集中してやるって基本を分かっていれば、さっき言ったように通勤でも朝散歩の代わりになることができるし、あと最近が言ってるのは別に朝じゃなくてもいいんですよね。基本的に朝散歩してますって言っても、もし朝散歩だけしてその後ずっと一日中家にいたらダメなんですよね、それは例えばね、だって動物の活動なわけだから、原始人はずっと太陽の光浴びてるはずなんですよ。例えば一日中家とかも縦穴式住居じゃないから、あんな家しかないわけだからさ、だから日中も散歩したり活動してるってことは大切なんですね、実はね。だから朝行けなければ午後散歩してもいいですよね、夕方散歩してもいいんですね。屋外での活動時間を増やすと昼と夜のメリハリがつくので、睡眠なんかも良くなりますね。だから朝散歩できません、できません、みんな言うけど、朝散歩できなければ昼でもいいし、いつでもいいし、家の中にずっとこもってるっていうのが一番良くないですね。だからね、1時間以内にってよく言われる。まあそうですね、それが一番効果的ですね。だから太陽の光を浴びてから15、6時間後に眠気が出るんですよ。だから睡眠薬を飲んでるような人とかは、そこはしっかりと守った方がいいです。睡眠薬を飲むということは眠気が出ないってわけじゃないですか。だから太陽の光を浴びた時に体内時計っていうのがリセットして、そこから15、6時間後にメラトニンという物質が作られて眠気が出るのね。わかりやすく、だから7時に朝散歩すると11時ぐらいに眠気が出て、11時に寝るとちょうど7時に起きるんですよ。8時間睡眠になるようになってるんですよ。
よ。だからそれが体の仕組みね。それを朝7時ぐらいになんとなく目が覚めるんだけども、ずーっと午前中家の中にいて昼に外に出たとしたら、その人が眠気が出る時間は朝4時なんですよね。わかりやすく言うと、脳の仕組みから言うと。そしたら寝られないじゃない。本当は朝7時ぐらいになんとなく起きたいっていう風にしてるんだけど、で11時か12時に眠気が出ない出ないって言うんだけど、朝日を浴びてないので出ないんです。それはだから睡眠剤を飲まないと眠れないっていう風になるので、眠気が出ないような人はちゃんと起きてから1時間以内に太陽の光を浴びた方がいいですね。マサシュンの新刊、精神科医が教える幸せの授業、11月29日発売。たった30枚のイラストで幸せになる方法が分かりやすく説明されています。イントロダクションは漫画で書かれているので誰でもとっつきやすい一冊です。最初の29ページから読める無料版 PDF、 今すぐダウンロードして内容を確認してみてください。